元モーニング娘。の吉沢ひとみ、飲酒、酒気帯び、ひき逃げ事件ですね。これもう少し見ていきましょうかね。吉沢ひとみね、ひき逃げをしたという事件なんですけども、結構炎上してるんですかね。まあ、有名人ですし、ね。昔、一日署長ですね。警察の一日署長もやってますし、事故もね、前の年ぐらいに起こしてるんですか。そして、この弟の事件ですね。弟の吉沢浩太さんっていう方がね、弟なんですけども、この人がね、死亡事故を、されてるわけですよね。そもそもね、この事件自体ね、本当なのかどうか、ね、これを見る必要がありますよね。ほとんどのね、大衆というのはね、まあ、メディアの情報をね、鵜呑みにしがちです。ディテールをね、見ようとしません。ね。これはね、シナリオを作った側からしたらね、ほんと思うツボなんですよね。大衆というのはね、与えられた範囲内、与えられた情報の範囲内でしかね、思考できませんしね、嘘を吹き込もうと思ったらね、簡単にね、大衆をマインドコントロールにかけることができます。これは事故直後の現場を撮影と書いてありますね。事故直後の写真ね。ここに書いてあるのは、コウタさんが乗っていた自転車、約50メートル先まで飛ばされたとあります。ね、50メートル先。なぜかね、この画像1枚しかないですね。これ多分テレビで放映した、画像なんでしょうけども。まあ、この写真1枚だけですね。そして、動画はありませんね。この、自転車ですけども、50メートル先まで飛ばされたと書いてありますけどもね。この損傷の仕方がですね、50メートル飛ばされた割には、損傷が少ないと思いませんかこれ。ね。タイヤなんかも綺麗なもんですね。もう少しね、50メートル先まで飛ばされていたんだったら、ね、この自転車。もう少しぐちゃぐちゃなってないといけないですよね。ね。綺麗なもんです。ね。曲がりが少ないですね。そもそもこのコウタさんというね、人の画像もね、まあ一般人ということが何か知らないですけども、存在しません。ね、この人は本当に存在していたのか。で、こういう疑問もありますね。本当にこういう弟がいるのかどうかということさえね、疑わしいです。ね、この自転車どうですかね。この自転車見ただけでやらせと思いませんかこれですから。アップして。50メーター飛ばされたような自転車には見えませんよね。もしね、この自転車がね、50メートル先まで飛ばされたと、思うならね、相当洗脳が進んでるんじゃないかと思いますね。50メートル先まで飛ばされたというね、このメディアの話をそのまま鵜呑みに信用するのであればね、相当洗脳が進んでると思いますね。この画像の載せてあるところはね、この遺族会なんでしょうか。ね。私からしたらね、これはもうダミーですよね。ダミーの、遺族会ですね。アリバイ作りだと思いますね。実際こういう遺族会ね、存在していないですね。このね、リンクに飛べません。こういうね、ぐちゃぐちゃですね。この連絡先、吉沢浩太遺族会ね、このリンクにも飛べませんね。いろいろつるつら書いてますけども。ね。末裔まで絶対に許さないとかね、書いてますけども。これ、日付ね、平成19年、2007年ですね。2007年の1月10日ですよね。2007年の1月10日といえばね、2007で9ですよね。2プラス7で9。そして、11ですから。0は換算しないんでね。ということはね、911になりますよね。この、引かれた時間ですね。うん。まあ、911というかね、アメリカ同時多発テロの日ですね。それから、ね、これ、平成30年1月11日に更新してるんですね。これなんか知らないですけども。ね。こういうのもね、平成3と、この1月11日は、ね、111で3になりますよね。こういうところで、フリーメイソンリーの数字33をマーキングしてるわけですね。あ、これ全部11日の更新になってるみたいですけども、これ飛べないんですから、ここのリンクに。ね。ダミーです、こういうのはね。遺族会というのもね、ないわけです。署名とかね。どっから署名したらいいんでしょうか、これ。ね。これアリバイ作りね、簡単にできます。ね、こういうのを作っておけば、ね、ありもしない事件とかね、事故がね、実際あったことに、なりますね。今ね、ちょっとやってみたらね、この、コータ遺族会@yahoo.co.jp にね、交通事故の件というふうにね、メールは、連絡先にね、送れるようですけどもね、どうなんでしょう。ね。事故の現場をね、目撃しましたとでも書いて送ってみましょうかね。この過去のリンクにね、飛べないのはね、どうしようもありませんね、やっぱりね。吉沢ひとみさんの弟のコウタさんの通夜は17日に行われましたと。そして18日ですよね。666ですよね。トリプル6の日に葬儀と告別式が行われたと。ね。こういうふうに数字が絡んできます。ね。こういうふうなのを見てもね、数字が絡んでます。事故にあったのは1月、これ11じゃなくて1月10日なんですけども、死亡した日が11日ですね。事故にあったのは、この2007年ですから、9、1の日になるんですね。10日でしたから。亡くなったのが11日ですね。そして5月6日に、モーニング娘。を卒業なんですよね。このね、1月11日からね、この5月6日までの間、ね、何日あるか。日数の間隔はですね、2007年1月11日が亡くなった日とされてます。そして、このコンサートで卒業する日、5月6日ですね。その日を含めて、計算します。するとね、どういう数字が出てくるかっていうと、116日っていうのが出てくるわけですね。116日。ね。これ、反対にすると911になりますよね。反転させてください。911になりますよね。これはね、事故に遭った日ですよね。事故に遭った日が、2007年の1月10日ですから、ね。おそらくね、こういうのも考えてあったんではないかと思われますね。前回ね、撮った動画ですけどもね、いくつかコメントをいただいておりました。いつもね、ありがとうございます。杉さんの指摘ですね。これ、リンクをね、飛ぶと、この小坂大魔王とつんくの写真がありますね。これちょっと飛んでみましょうか。リンク飛びました。ね、つんくと、この、小坂大魔王って言うんですか？この人ね。つんくね、666の、666のサインをしていますね。この人の PPAP でしたね。反対にすれば、P が6になりますからね。PPAP かな。それで6が3つ入ってるという話をよく聞きますよね。ね、こういう人たちだね。操り人形ですよね。イルミナーティ、フリーメイソンリーのね、操り人形、パペットですね。こういうことばっかりやってますよね。他にもね、いろいろ指摘してくださってますね。イースタンスターですね。それとか、11月22日33ですよね。この日に結婚と。そして、事故の車ね、車種。事故の車両。車種は、アルファードですね。これも33数比ですね。ナンバーも33でしたね。39歳と30歳。ね。足して69ですね。その人たちが結婚と。オカルトの69のね、69のね、説明とかしてくださってます。ちなみにね、練馬ナンバーもね、33でした。練馬ね。それから、もしかしたらね、吉沢ひとみは、女性ではなく、トランスジェンダーではないかという指摘をね、してくださってます。ね。ハリウッドはね、そういうのほんと多いですからね。あと、次元さん。私がね、そして、返信でね、この全米オープンの話ね、セリーナ・ウィリアムスね、これが負けたという話をしときましたね。と、次元さんもね、コメントありがとうございます。こう、固めのサインをね、指摘してくださってますね。あと、あんちゃんね。あんちゃん、いつもありがとうございますね。この人のことですね、右目を隠してます。反キリストのね、シンボルですね。それから星ですね。イースタンスターかもしれませんね、これね。